は世界タイトルマッチにおける世界的ビッグネームを相手にした1敗のみ、そして43勝のうち23勝がノックアウト。公式計量は114パウンド2分の1。アルゼンチン共和国出身、2002年に王座を獲得し、在位7年の間に通算16度の防衛を果たした元 WBO 世界フライ級チャンピオン。そして今夜の試合は2010年から保持する2階級目の世界王座の12度目の防衛戦、 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、オマール・アンドレス・エル・ウラカン・ナルバエ。27回の防衛を誇るアルゼンチンの生きる伝統と、この試合の公式計量はスーパーフライ級リミット115パウンド、大橋事務所属、現在のランクは WBO 世界スーパーフライ級第8位、日本ボクシング史上最短タイ記録のプロ第4戦目で獲得した第36代日本ライトフライ級チャンピオン、またやはり日本最短タイ記録、プロ第5戦目で開花した第33代東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、そして今年4月日本最短プロ第6戦目で世界王座獲得記録を更新し、目の前のこの階級における議論の余地のない世界王者を相手に行う今夜の試合は、世界王座2階級制覇という記録にさらなる日本最短記録を上書きしようとする未だ無敗の全 WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、モンスター井上スーパーフライ級タイトルマッチ。サウスポーできましたね。厳しい表情ですね。チャレンジャー井上尚弥の戦いです。さあナルバエス、ご覧のようにサウスポースタイル、身長差では井上尚弥5センチ優位に立っています。さあまずスピードということですが、ドリブルパンチのスピードはもちろんあります。今度は右ストレートが左に返し出ますね。力が入っています。力を右ストレート返した、歴史が動く。いやもう驚きましたね、これもうすぐ動く、ここは痛い。さあ、まあ、もうどうしていいか、もうここも分かんないですね、これ。おお、パンチラスに厳しい表情。おお、また外に落ちました、井上の手あと、もう一つ、スリーのプラス制です。スリーのプラス制、あと左手とかすりましたからね。あと一発のラウンド、井上尚弥がスリーノックなんですか。はい、ナルバエスまだ冷静です、ね、冷静ですけど、井上選手のインパクト猛烈ですね、これね。あと一発入ればもう倒れますよ。もうパンチになれる前に仕留めたいですね、これ。いやー、12年間大事ですよ、大事です。世界のトップにいた男、生きる伝説を。いやー、ナルバエスはどうの逃れるかしか考えてないですけどね、冷静は冷静です。まだ1分以上残っています。いやー、ちょっとだんだん冷静さ取り戻してきた感じがありますけど、まだ一発あったら分かりませんよ。まあ焦る必要はないと思いますけど、追い詰めた、ニュートラルコーナー、仕留めてももらいたいですね。左のフックダブルで乗っていきます。いやもう、ものすごい初回ですね、これ。ナルバエスも2度のダウンを喫しながら、まだ恐ろしい、目は死んでいません。ボディーブロー左、まあこの中でもね、足はまだしっかりしてますね。ちゃんと下に返してるのが井上くん、すごいですね、やっぱり。上下の内訳はできてるんですね、この状況で。もう目の前に手を伸ばせば、そこに世界最速の2階級制覇が待っています。もう鍋の中のお湯ひっくり返したみたいな状態になってますね、これね。左フック、あ、なりましたよ。まだパンチ来てますよ、これ。さあ追いかけてくる、左ストレート、ジャブついていってもいい。おお、ナイスボデー、ナイスボデー、ワン、ツー、スリー。左バックを切る、右ストレート、これでラウンド取った。ちょっとひるんだ、ナルバエス。いや、井上の攻撃が本当力強いですね。おおお、ナルバエス打ち返してきますよ。すごい障害ですね、これ。この3分間でしかし奇跡的なことが起こることが、通算もう一回紹介しますが、159戦、一度もダウンを喫したことがないというのがチャンピオンのナルバエス。その鉄壁のディフェンスを早くも1ラウンドで井上尚弥が
あれだけね衝撃的なダウンでしたから、ダウンがなかったことに2ラウンドはすることできないと思いますけど、井上、2階級上げたことでもう体からエネルギー満ち溢れてるようですね。これが本来のすごい自信ですからね。おっと、左が伸びてきた、ナルバエス。ただナルバエスはここから何も見せない。あ、プレッシャーかかってますね、井上のプレッシャーすごいですね。もうこれは本当に新旧交代とこういうことを言うんですね。これね、やってほしいですね。ナルバエスもう今手出せないんですよ。出したらあと井上に打たれるから。何かを感じてるんですよね、ナルバエスは。それだけスピードの差があるということですか。そうですね。井上尚弥あるいはナルバエス、カウンター狙いで来るんではないかという呼び終わりましたが、かわして左です。かわして左。高さ危ないというのは一瞬で右すく右切って打ち込みましたからな。はい、すごいです。左を伸ばしてくるナルバエス。だから今もう本当にこうなんか地震が起きた後のような状態になってますから、ここからどう冷静に引き戻すのか、あるいはこのまま乱れたまま行くのか、ここは井上選手主にしたいですね。はい、竹下さん。はい、どうぞ。井上最後ですけれどもね、インターバル中会場に流れるスローモーションリプレイなんですが、それを井上選手ずっと見てですね、ニヤッと笑いました。そして思ったほどディフェンス、ペドロデシマ戦思い出してましたよね。すごい、ここ行くんですかね。初めてのダウンから、なおこの試合はフリーロックダウン制です。3回のダウンを奪っても勝利とはなりません。今も左フックのカウンターですよ。これもテンプル、左フック、今日タイミングいいみたいですね。いや、もうこれもう本当に恐ろしいですね。ワンパンチですからね、3つともダウンは。ナルバイスは思ったほどディフェンシブに戦ってこないですね。いや、もう行くしかない。このワンツーも今日は壁がしっかりしてますよね、本当に。これが井上尚弥のスーパーフライに上げたことによるパワーアップ。一発で仕留めるパンチ力を備えました。畳右、ボディを入れてくるんですよね。力強い攻撃ですね。危ない。された緊張感の中、 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチが始まりました。黒いグローブが井上尚弥、これが初めての防衛戦。右から左、左。最初の動きは村田さん、どうご覧になりました。スピードありますね。スピードありますね。まあ、初めに威嚇しようって感じですね。強い、俺のパンチは強いんだぞってところで威嚇してますね。右から左。バルビトパレナスもアマチュアで300戦以上のキャリアがあります。硬いガードは持っていると言われています。島口健さん、はい、そのパレナスが前に出てきましたが、やっぱり1ラウンドはね、はい、よく見た方がいいしね。いいですか、ね、このフィリピン選手はやっぱり1ラウンドから出てきますからね、はい、チャレンジャーですね、青いグローブ、はい、まず先制パンチで圧力をかけた井上尚弥に対して、パレナスもここからじわりじわりと出てきます。24勝 21KO の一発を持っているパレナス、そのあたりは井上尚弥も十分に警戒して、まあ、トレーナーの慎吾さん、お父さんは3ラウンドぐらいまでは慎重に戦ってもらいたいと話していましたが、ただいけると分かれば左のダブル。やはりこのあたりも村田さん、スピードでは井上尚弥チャンピオンが勝ってますからね。そうですね、スピード、そして井上には何といってもカウンターがありますから。カウンターもある。ただ打つ一発じゃなくて、はい、カウンターで倒す技術ありますから、そこが違いじゃないですかね。これパレナスが強引に打ってくるようだとカウンター合わせるという可能性もありますか。そうですね、それで倒す可能性十分にあります。さあ、このあたりは井上尚弥まだ第1ラウンドですが、どう感じているのか。今はガードの上から攻めていく、ちょっと笑ったパレナス、チャレンジャージャブをガードの間に打ち込みます。集中力があります。潜り込んでの左アッパーはガードの上。具志堅さん、ガードの硬さというのはパレナスから感じますか。やっぱガードしっかり上げてますね。上げてますね、はい、これボディが効いてくるでしょうか。ボディはね、はい、じわじわって効いてきますからね、はい、はい、
ガードを固めているパレナス。一瞬カウンターの動きを見せた井上尚弥、ワン・ツー・スリーです。左のジャブスピードがあります。左フックは空を切ります。パレナスジャブからまたワン・ツー・スリー。放送席で今村田さん小さくうなずいてらっしゃいますが、非常に動きがいいですね。動きいいですね、はい、集中力も非常に高さがこのリングサイドには伝わってきます。前に出てきます。あの右をもらってはいけません。本人曰く左のジャブが非常に硬くて強いという得意パンチだそうですが、パレナス多くのダウンは右で奪ってきています。ボディーブローに伸ばしてきました。パレナスチャレンジャーです。左相打ちです。ワンツーボディーに伸ばしていく井上尚弥。いやいや素晴らしいコンビネーションでパンチ打ちますね。そうですか、チャンピオンは、はい、1年ぶりのブランク、そのあたりの試合感は心配されました。最初の3分間の印象というのはいかがでしょう。いや1年ぶりとは思われないですね。あ、そうですか、はい、やっぱ体でボクシングを覚えてますね。はい、物心ついた頃からですね、ボクシング6歳の時からしてきました。左右をうまく使ってますね。あ、左右のバランスがいいですか。もう左さボディーブロー、はい、コンビネーションですよね、1、2、3というね。そのあたり村田さんはどう見てますか。いや非常にスムーズで速くてかつ強い、はい、本当に素晴らしいパンチを打ちますね。一方パレナスの印象というのは、やっぱり一発ありますね。一発ある、踏み込んで打ってくるパンチに関しては左、はい、ガードの上からですが、うわものすごい力強い、また右から生中継でお伝えしています。 WBO 世界スーパーフライ級、狙いにロドリゲスもやってきます。井上尚弥の5回目の防衛戦、試合開始第1ラウンドのゴングが鳴りました。まずはリングの中央、じーっと距離を測り合いながら見ている両者ということになりますが、左から右、まずは井上から試合を動かしてきました。まあ、ロドリゲスは川島さん、はい、過去の映像を見ますと接近戦タイプと見ていいようですが、はい、メキシコ人らしく積極的に攻めますね。特に右ストレート、あと左アッパーの顔面からダブルですね、ボディへの、そのパンチが非常に得意な選手ですね。現在アメリカ国籍ですが、まあ、この人メキシコ育ちの、まあ、完全なメキシカンボクサーということになります。リカルド・ロドリゲス、このボディですね。これですね、はい、距離を縮めて左から右、ここは井上はガードを絡めて耐えている状況です。まだ長谷川さん、相手のパンチを見切ろうというところですかね、今のディフェンスの仕方は。あ、左フック、そうですね、まあしっかり守って、はい、左右から左フック、相手のパンチ力とかそういうものを測ろうというところだと思います。ただボディだけでも長谷川さん、井上の破壊力からちょっと感じますね。まあそうですね、まあ、1ラウンド目特にいきなり強いパンチ打たれると、はい、すごくこうやばい効くって思ってしまいますよね、はい、左から右のストレート、スピードも川島さんどうですか、いろいろ立ち上がりですが非常にありますね、パワースピードありますね、はい、まあ、具志堅さんね、今日八重樫が同じジムの八重樫が1ラウンドでああいう形で敗れてちょっと戦いにくいところもあるのかなと想像したんですが、立ち上がりどう見えますかね、井上ですが。しっかりとですね、立ち上がり用 のジャブですね、はい、そのジャブがよく出てますね、はい、安心して見られますね。これですね、はい、あ、ジャブ寄ってますから、右のストレートだ、早いね、早いですね。相手は井上は接近戦に弱点があるというふうに分析したようですが、まあ、川島さん、それを許してもらえるかどうかですね。まずこのジャブですよね、はい、中に入らせないようなボクシングを今してるところですよね、はい、特にこれです、パワーですね、はい、このパワーでやっぱりこう、はい、相手が相手に入ってくると、
このパワーでやっぱ寄せつけないパワーを持ってますからね、ロドリゲスとしては非常に軽快な警戒をしていると思いますね。今も距離を詰めてゴールドしますが、井上この左です。これは長谷川さんなかなかかいくぐれないですかね。まあジャブというよりも左ストレートぐらいの威力で飛んでくるので、避けて打つ勇気は必要ですよね、それならまずしっかりガードしようと思いますよ、今も左から右のストレートを伸ばされてきましたロドリゲス。最後の左やったら入れてましたね、ロドリゲスに今距離を詰めてきますが、ここは足を使って外して左を伸ばしていきます。入ってくるところに左ジャブ、ロドリゲスはこれやはり長谷川さん冷たいようですね、距離をね、まあ、冷たいけどこの前の手が邪魔でなかなか詰めれないですよね、今日はどうやらこの井上の左の拳、これが距離制限権を支配していくのです。どうやら構図的には前に詰めたいリカルド・ロドリゲス、それを左で許さない井上という形になっていくんでしょうか。この左です、左、距離が、ロドリゲスがちょうど出てくる瞬間に井上選手左、ストレートに使いジャブ打つので、こう入りたくても入れないんですよね、ロドリゲスがこう話していた井上の弱点は接近戦なんだという分析について、これは長谷川さんどう感じますか。いや接近戦もここは井上選手は強いと思いますね。そうですか、左から右のストレートロドリゲス、ただステップバックしてこれは足を使って外しています。左ついてくる、その近い距離、これがロドリゲスの距離なんですが、これはガードしています井上尚弥。長谷川さんパンチは見えてますね、よく見てますね、非常に次のこの攻撃を打つところを狙ってますよね、左から右のストレート。森さん、チャンピオンサイド井上陣営なんですけども、慎吾トレーナーはですね、まずやはり好戦的に来る相手に対して気を抜かないように、それから右から開始の左ボディまで入れたいというふうに陣営は話していますね。ここは右のアッパーを使ってきました。チャンピオンサイドは鈴木義彦アナウンサーのリポートです。左のアッパーを使ってきました。さあガードを固める井上、これはブロッキングで対応です。左右のオーバーハンドを見せてきましたリカルド・ロドリゲス、左から右、これ近くなってくると手数がロドリゲスは出てきます。左から右のストレートが効いた。松田さん捉えましたか。捉えてますね、井上はですね、大体1ラウンドで1本半ぐらい相手を見切るというように言ってましたので、やっぱそこら辺は常に見切ってですね、攻撃してますよね、非常に素晴らしいですね。そういった意味でも具志堅さん、もうここまでは井上のペースでバックを上げてると見ていいですかね。今も左ボディが入りました。ペースは今井上チャンピオンのペースなんですよね、やっぱりスピードが違いますね。あ、そうですか、やっぱりスピードはやっぱりチャンピオンの方ですね、スピード、それから天才的な距離感、さらにはパンチ力、もうあらゆるテクニック兼ね備えている日本の。あっとスイッチしてきました。サウスポーで構えてきました。この試合に備えてサウスポーのトレーニングをたくさん積んでるみたいなんで。そうなんです、左ストレートだ。なんと井上の左ストレート、左ストレート当たりましたね。いや、そのままサウスポースタイルで戦い続けます。井上、いや、長谷川さん左ストレートですか。まあ、もう2ラウンド目でサウスポーにスイッチするっていうことは余裕があるんでしょうね。これもそうです。お、左で構えました井上、サウスポーの井上。いや、ね、これは驚きました。いやいや、初めて見ましたね。一瞬のスイッチじゃ具志堅さんないですもんね。ないですね。かなり長い時間左構えを見せました。これは恐ろくすに戻りましたが、いや、また井上が強さの進化系を見せています。この第2ラウンド、これは相手左ボディだ。オーソドックススタイルに直した、その左ボディ、相手の弱点をついてきます。左から右のストレートだ。大ラウンドが、あの左ストレートどう見ましたか。速いっすね、スピード。強さの引き出しをまた一つ開けてきたという井上尚弥。第3ラウンドがスタートしました。まあ、今日の試合前に長谷川さんの中でこう井上にこうボクシングの面白さみたいなものを見せてほしいという話がありましたけれども、長谷川さん一つ見せてくれましたね。そうですね、まあ、ラウンドが進むにつれて、さらに面白いボクシングを見せてくれるんじゃないかと。左フックだ。カウンターの左、入ってくるときにジャブとフックと変えてるんですかね、井上選手。第3ラウンド井上左フック、効いてますね。圧倒します。効いてますね。ダメージはどうか。ランキングにリカルド・ロドリゲス、井上は一気にいくか。左から右のストレート、接近戦に左フック、WBO ではセリーノックは採用されませんが、さあ、立てない、立てない、立てない、
今ゴングが打ち鳴らされました。井上尚弥7度目の防衛戦 WBO スーパーフライ級タイトルマッチです。今年は左フックで相手を沈めてきているこの井上尚弥、果たして目の前の長身の170センチヨアン・ボワイをどのように料理していくのか。静かな立ち上がりです。ガードを上に上げたままという井上尚弥です。さあ村田さん、はい、井上尚弥のこの防衛戦ですが、立ち上がりどのあたりがポイントになるでしょうか。まあ、まずは相手のパンチはどんな角度で来るか、はい、井上選手見てる感じですね、まあ、ただスピードがやっぱり違いますね、はい、もうこの構えだけで相手プレッシャーかかってるような感じしますね。そうですか、構えただけで相手にプレッシャー、左どよめきました。この左です。いや具志堅さん、はい、何か音が違いましたけれども、早いですね、やっぱりね、はい、はい、緊急してますね。右ヨアン・ボワイオも手数でこれは返そうというところですが、ボワイオの2発3発それを一撃で跳ね返すという井上尚弥です。リングを大きく使うヨアン・ボワイオ170センチ、リーチは176センチという長身のファイターです。いやーっと連打連打、歓声というよりもどよめき、横浜文化体育館が揺れています。いきなりガードの上なんですが、なんということでしょう。ガードの上からこのグランスの31連勝ヨアン・ボワイオをぐらつかせました。コンビネーションが早い、はい、そして全部強いんですよね、はい、さあ具志堅さん、はい、ボワイオとしてはこれはかなりのプレッシャー。そうですね、まあ、1ラウンドからこんなハイ来ると思わないんじゃないですかね、はい、挑戦者は、はい、さあかぶせるようにしてフックを放っていくヨアン・ボワイオです。ヨアン・ボワイオはこのチャンピオン井上のことをとにかくすごい偉大なチャンピオンではあるが、とにかくその中でもカウンターがすごいんだというふうに話をしています。そのカウンターを警戒しながら勇気を持って踏み込んでいくフランスのボワイオ、右だ。何かこの一撃で全ての流れを持っていく、これがモンスター。パンチ力が違いますか。チャンピオンのパンチが強いね、はい、一発一発の重みがこの音から来たり崩れ落ちたよ。左一発、残り時間は10秒、第1ラウンドなんとか勝ったよ。ワイヨ左一発、顎を打ち抜いた。さあ終わらせるか井上尚弥、ここでゴング。チャンピオン井上尚弥が1ラウンドからいきなりのこの衝撃でした。左を切り抜いて顎を打ち抜いた。いや、これ具志堅さん、何か軽くってるも見えた。瞬き禁止、第2ラウンドが始まりました。黒いグローブの井上尚弥、ここからが世界のモンスター井上。力強いパンチをボワイオも返してきますが、あの左一発の残像は残っているはず。片本さん、はい、井上チャンピオンサイドですが、はい、完璧な立ち上がりだと井上慎吾トレーナー話していました、はい、そして井上選手の表情ですけれども、はい、トレーナーも右表情を見たままずっとうなずいている、そんな立ち上がりです、はい、ずっとうなずいてという井上尚弥、右左鈍い音響き渡る。いや村田さん、すごいですね。もう本当まばたきしている場合、はい、話す言葉もなくなってしまうぐらいすごいボクシングしますね。そのテクニック、スピード、そして何といってもこのパンチの威力、全てが世界水準、世界最強の井上尚弥です。だね、相手はカウンターもらわないようにと思って、はい、警戒してボクシングしてるわけですよ、その相手に、ね、カウンター当てるって本当に難しいことになる、はい、できないことなんですよ、はい、それをだからあんな簡単に見えるようにやってのけるのが、ね、井上選手の凄さですよ。立本さん、まさに今のご指摘の通りで、こちらコーナーサイドは距離、向き、リズムを足で常に変えていこうと、はい、強い一発を井上が狙っているので食いつきすぎるなと、こんな指示が出ています。なるほど、意識をしていても来るこの王者のカウンターです。チャレンジャーサイドは青島アナウンサーのリポートでした。細かいパンチ、それでもやはり31連勝、
キャリアがあるヨアン・ボワイオ、これまで45戦のキャリアを誇っています。世界中を旅してきた、さまざまな場所でさまざまなアウェーで戦ってきた。ただこの相手というのはおそらく初めての未知との遭遇かと思われます。極東日本で怪物がフランスからの挑戦者ヨアン・ボワイオの心を砕くか。じりじりとゆっくりとゆっくりと追い詰めていく。右のストレート、左フック、これは空を切りました。挑戦者もいいボクシングしてますよ、はい、しっかりしたガードでね、はい、足を使って、はいはい、やっぱりパンチ力が違うもんでね、一発受けただけでグラグラしてるんですよね、はい、現在 WBO スーパーフライ級6位、元フランスチャンピオンのヨアン・ボワイオですが、ボワイオが何もできないか。左のリードジャブ、なんとか流れを戻そうというボワイオですが、残り10秒。さあ井上がプレッシャー、左左のクック、うなりを上げる。その勝ち星を一つ増やし、そして防衛を重ねることができるんでしょうか。第3ラウンドが始まっています。第1ラウンドからその壮絶なパンチでこの会場をどよめかせている井上尚弥です。左で一つダウンを奪っている井上、ただこの井上の本来の強さというのは右のパンチ、右のストレートです。そのモンスターのモンスターライトがこのボワイオに突き刺さって、左のボディが倒れた。膝をつきました、ヨアン・ボワイオ。右を出す必要はない、左だけで仕留められる。これがモンスター井上尚弥のボディ、アメリカラスベガスを震撼させたこの左のボディです。さあ左のボディ、もうその時は近いかもしれない。右から左、左のボディ、あばらを砕くこのボディ。ああ正しかし、ヨアン・ボワイオ立ち上がる、大きな拍手が湧き上がります。さあこれで仕留めるか、右のストレートか、左のフックか、あるいは左のボディか。どのパンチでも倒すことができる井上尚弥。世界を見てくれ、これが日本の至宝、井上尚弥。ボディ、止めた止めた止めた。Be a snappy, piercing jab. He's got to be able to try and keep a new way off him. Yeah, he really has got to utilize all the skills, all the attributes that he's got. Jamie McDonnell, he needs to keep this long. He needs to work everything off the jab. Nice movement from side to side. Keep that head moving. We know a new way he's going to look to get on the inside. Really does double up well to the hooks, to the head and the body, a new way. Wax with either hand, so this is the tactics that we need to see from McDonald, just keeping it long. Looking for that right hand, looking for the left to the body as well early on. That's a danger shot for Inoue. McDonald just taking the weight back into the ropes there, just dropping those elbows on that left hand. Yeah, I think McDonald may have felt the weight of a couple of those body shots there. Inoue rushed in, didn't he, and really switched those attacks downstairs, and I think McDonald felt that. Stepped up from super flyweight, Inoue. He just couldn't make that weight any longer. He wouldn't have left that division unless he absolutely had to, given all the heat and the buzz that there is. Grounded at the moment. Heavy left hand seemed to catch McDonald high on the head, almost on the top of the head there, and his legs seem a little bit shaky here. A minute and a half into the first round, and McDonald goes over from the left hand to the body. Inoue raises a fist in salute to the crowd at ringside. McDonald was in his own corner there, in that red corner. Dave McDonald communicating with him. He's got to get through this opening round. He's got a minute left. Retreats to the ropes immediately. Inoue looking to tee off with that right hand, left hand. And McDonald sags into the ropes again. And Luis Pabon, the referee, has jumped in and waved this off. In
decide the first round. Jamie McDonald. をはじめ世界3階級制覇を成し遂げた長谷川穂積さん、そして WBC バンタム級チャンピオンとして12度の防衛記録を誇ります山中伸介さん、日本人世界チャンピオンとして長きにわたってバンタム級戦線を引っ張ってきた名チャンピオンのお二方にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、井上のまず初戦が始まりました相川パヤのサウスポースタイルになりますが、長谷川さん、はい、どんなところまで注目されますか。そうですね、まず井上は多分今まで通り強いと思うので、パヤノが、はい、井上尚弥のビッグパンチを受けたときに、はい、やばいと思うのか、それともこれならいけると思うかでこの試合は大きく変わってくる試合になると思います。そうなりますと、やはり最初のパンチというのは非常に重要になるわけですね。そうですね、まだ、井上はビッグパンチ出してないので、はい、まず彼のボールを張っていきます。They're not good ratio of a heavy weight. He's a small man and he's knocking people out for sport. So, very excited to see what he brings tonight. But Rodriguez, in my opinion, is his toughest fight to date. It is. Rodriguez never off his feet. Big right hand in a way early on. Rodriguez took it, gritted on his gum shield and came back with a flurry of his own. Toe-to-toe action, first round. Spectacular. Oh, they're winging. This has been a good start from Rodriguez, and there's that stunning right hand came out, took it, didn't blink, comes forward. Around me getting very excited about that last minute opening round. It's been fascinating. It's to the fight, no apprehension at all from Rodriguez, and he's done well. And Rodriguez has done okay, hasn't looked out of his depth, but the more scoring with huge sessions and the time. Yeah, it's a great solid shot. He punches equally as hard as overawed. Fine fighting background. He's worked exceptionally hard as well for this fight. And he's eaten a couple there. My goodness me, the speed and power of those punches from Inoue. Rodriguez wondered really every time those punches landed. Carl. That was a great shot. And Rodriguez done pretty well to get up there from that. What a shot, and that big long left hook, there's so much length on it. He'll take the eight count in the corner. Unbelievable power for 118 pounds. He's coming off demolition jobs of a couple of weeks. So good, and it's so long and so precise and so hard, but he's got a guy in the... Is he shaking it? He's up. Get your gloves up. Get your inner ways waiting. Still 2 minutes to go, Jim. This is unbelievable from Inoue. Final against him and Neil Donner. I'm just looking at Rodriguez's face. I mean, that is proper, proper pain. That's one of the best performances I've seen with my own eyes. Sitting this close to ringside, that was a real treat to watch. Well, they'll talk about it for many years.